はい、時間になりましたので、定例記者会見を始めたいと思います。知事から発表が2つあるということですが、まず最初に愛の国愛媛営業本部の、今年度第1四半期の営業実績についてお願いします。はい、それではまず、営業本部の第1四半期営業実績について報告をさせていただきます。まずですね、営業本部の成果指標は商談会やフェアなど開催回数が一つありますけれども、こちらについてはですね、この3ヶ月で24件、参加企業数は延べ295社になっています。今年度の目標に対しまして2割程度の達成状況でございます。ただ昨年度から考えれば順調な滑り出しと思います。昨年は同時期、今回24件ですが、同時期で13件でございましたので、プラス11件、参加企業数は昨年は108社でございましたので、今回は295社、3倍近くになっております。ちなみに今年度の目標は、事業実施件数120件、参加企業数1400社に設定をしています。次に制約関係でありますが、本部が把握している制約件数は206件、制約額は約2億8000万円となっておりまして、こちらも順調と考えております。昨年の1年間の実績、これは半期、第1半期じゃなくて1年間ですが、昨年1年間が213件、それから制約額が8億4000万円ということでございました。さて、この2億8000万円のうち1億8000万円は昨年からの取り組みがようやく実を結んだものでございます。特に凄技企業同士の交流会やフォローアップ等を通じたものづくり企業の制約、これは昨年も申し上げましたけれども、農林水産物と違ってものづくりの場合はですね、制約に至るまで時間がかかります。サンプルの製造であるとかですね、そういったものを通じて制約に至っていきますので、そういったものがようやくここへ来て制約に結びついたということでございます。それから昨年度3月に実施したフェデックスジャパン出展企業の、これも継続して、交渉を進めてきたものが、制約に至ったということで、これが大きな要因になっております。一方、今年度の活動による制約案件としては、ダイキーナンバー店の支持長と連携したフェアの売り上げ、それから名古屋の大手居酒屋チェーン春蔵における本県産野菜アマトロブタアイフフィッシュなどのメニュー化、ファミリーマートでの県産ヨーグルトの取り扱い開始、県産材商談会における首都圏プレカット工場等との姫杉姫ヒノキの新規制約などがありまして、営業活動が軌道に乗りつつあることを実感しています。この他にもマッチングした案件のうち、例えば大手自動車メーカーの次期新型車への部品供給先として、これはサンプルを提供していましたが、県内の複数の企業が内定をしております。凄技企業の交流会をきっかけに県が誘致した IT 企業と移籍納期が戦略的提携に至るなど、成功事例も数多く生まれてきており、今後大きなビジネスにつながっていくことを楽しみにしています。なお、これまでも申し上げているように、ものづくり分野などは大口の制約になればなるほど、先ほど例えば大手自動車メーカーもですね、公表できない案件になっております。相手先の守秘義務と既存の取引先への影響というものもありますので、取引内容や制約額を報告できない、あるいはしてもらえないケースも増えてまいります。先ほど申し上げた、1億、上半期の2億8000万、取引制約件数206件もですね、実際には実はこれ以上の制約件数と制約額になっています。県で、およそ掴んでいるのもあるんですが、今言ったような事情で、公表できませんので、今回の実績にはこれは加えておりません。ですから実際には先ほどの金額以上に成果が上がっているものと受け止めていただけたらと思います。まだまだシーズンがスタートしたばかりでありますが、この3ヶ月で
体制を強化しました営業本部が日々販路開拓のためにバイヤー等に対して行っている個別営業の件数は112件になっておりまして、昨年度の約2倍のペースに増加しています。こうした営業の取り組みが一つでも成果につなぎますように、結びつきますように、今後も意欲的に売り込みを買って実需の創出に努めて県内企業経済の活性化につなげていきたいというふうに思います。以上です。